もう結構、もう結構です。この時間では夜更かしのしすぎだ。もうこんな時間とは、南條先生があまりにお話がお上手なもので、ついつい。それを言ったら、あんたの酒の魚のおかげだ。また別の機会に一杯やりましょう。喜んで。バトラー様、お帰りなさいませ。まだ旦那様方の会議は続いておりますか？あの調子で、ぐだぐだと明け方までやるんだろうぜ。知ったことじゃねえぜ。皆さん、案外、体力が終わりですね。びっくりです。なんだ、お前までいたのか。なんとなく流れで、こちらで、ささやかな夜会が始まったもので、混ぜてもらっていました。例のことは、話してませんのでご安心を。エリカ様も本当にいろいろなお話をご存知で、とても楽しく聞かせていただきました。あんたは本当に博識だ。若いのに大したもんだよ。どういたしまして。フルドエリカはこの程度には博識ですので。ローザおばさんは午前の1時頃にお戻りになりましたが、すぐに上がられお休みになられました。さあ、私たちもこれくらいにしましょう。郷田さんも明日の朝食の準備で朝が早いのでしょう。朝食の仕込みはすでに済んでおります。どうぞ明日の朝食も大いにご期待いただければ幸いです。お片付けは私の方でしておきます。どうぞ皆様はお休みを。それでは皆さん、お休みなさい。老骨にはちと夜更かしが過ぎましたな。お休みなさい、南條先生。お休みなさい、バトラさん。おう、おやすみ。明日、家族で重要な話がしたい。お前に関わることだ。
こいつを話せば俺は殺されるだろうな。お前の生まれについての話だ。